なおさん、こんばんは。ガジョ、こんばんは。スマさん、こんばんは。ティーマくん、こんばんは。アキッチ、こんばんは。マオくん、こんばんは。ミスズちゃん、こんばんは。ニジカーさん、こんばんは。タカノリさん、こんばんは。コマ太郎、こんばんは。顔出し久しぶりではないかもしれません。朝だからですね。一個前の配信が、あ、でもあれか、一個前の配信が朝ラジオだったのと、もう一個前は飛ばしたからだ。まあ2日ぶりとかだと思います。よっぴ、やっほー。アノーさん、こんばんは。イシピー、こんばんは。今日は真っ黒です。長いパパ、やっほー。ゆたゆた、こんばんは。夜分遅くお疲れ様です。コマ様、おはよう。とある方から可愛いりちゃん。あら、なんだそれは。なんだ、トモさん、こんばんは。ドラえもんも寝る。リアナもんも寝る。オール入って寝る。黒めっちゃ良い。オールし、確かに最近黒じゃなかったかもしれない。レザーっぽくて可愛いです。フェイクです。幕張でシャメ、あー、わかった。お友達だよね。配信も来てくれてる。早く寝ます。この世の中ってさ、暑い。もしかして今日、はるきくん、やっほー。めっちゃまつげ綺麗。今日もみんなで事務所に、みんなというか来た人で事務所にこもってシクチェキデコチェキマルシェをしています。一緒ですね。キョンシュさん、こんばんは。3人限定名古屋土産はどうなの。わからない。名古屋、なんか名古屋のお土産をみんなにプレゼ、みんなに3人にプレゼントしますっていうやつを販売するんですけど、明日の9時に。ちょっと名古屋の何がいいのかわからないので、あの、誰が買ってくれたかなっていうのを見て、この人に良さそうだなっていうのをプレゼントしたいと思います。プレゼントじゃないですね、お渡ししたいと思います。サイさん、こんばんは。名古屋のお土産は味噌カツですか。味噌カツ冷凍とかあんのかな。食べ物ありなのかな、ちょっとわかんない。テケテケさん、こんばんは。やっぱ暑いんだ。そうだよね。配信終わったらまだ飽きよう。ちょっとクーラーつけたら負けな気がして。まだ開けたら寒い。だってね、この部屋今暑いんだもん。腕まくりしちゃうくらい暑い。手羽先セットがいいんだ。リオナのお土産ぜひゲットしてください。クーラーつけるほど暑い。それほどではないかも。クリックポストだから小さいもんのしか、あ、そっか、郵送の仕方がね。確かに。ヤッピー、こんばんは。わからない。食品系がありなのかどうかとかは全然わからなくて。腕まくりしてちょっと汗ばむぐらいは暑いです、この部屋。日中ね、すっごい暑くなっちゃうのよね、この部屋。サンライナーさん、こんばんは。郵送しなくていいので現地で受け取ります。勝ち取って。3人限定なので、クーラーつけたら負けな気がしてそう、全然大丈夫。これ脱げばいい話なの。でもこれ脱いだらね、あのノースリーブのだいぶさ薄着なの、リオナ。実はこう見えて
まあ、パーカー着てたんだけど、さらにこの上に、ヒロ様こんばんは。そう、リオのこの家ね、日当たり良好でも日当たり良好の部屋を選びました。またしんさんこんばんは。めちゃくちゃ暑い。え、そう、これ脱いだらね、めっちゃ暑い本当に。順次元系の土産も頑張られそう。うん、ちょっとわからないからね、名古屋は本当に。マス先生やっほー、チェキもつくからお得なのかな。お得だと思います。メンバーがみんなのために選ぶし、チェキもつくし。 K さんこんばんは。日当たり悪すぎ。あら、そうなんだ。リオナ結構そういうの重視かも。日当たり風通し良いところにしました。米パスタさんやっほー、キレツさんお晩です。今日も可愛いです、ありがとう。お土産選ぶ時間がありそうでよかった。お土産はね、毎回あります。パーキングとかやらせてもらえるので。明日チャレンジしてみますね、ありがとう。12月13日の生誕は SHK で行く。ありがとう。あのね、でも SHK で行くって言ってる方いっぱいいてて本当に嬉しくて、でも多分 SHK って限られてるじゃん。だから頑張ってみんな。嬉しい。 SHK で待ってるね。わたるさんこんばんは。ガンマイルさんこんばんは。 SHK いっぱいあったらいいのに。でもそしたら S じゃなくなっちゃう人がいるか。 S なのに。チケ発まだ多分ね、毎回1ヶ月前とかだから1ヶ月な気がする。前方エリア広げてもらいたいね。嬉しい。なんか前方で行くねって本当にいっぱい言ってくれててさ、びっくりするぐらい。横に長いとこだったらいいのにね。パンプキン縦だからな。チケット取れなくて行けないってことはないとかも。でも本当はチケット取れないくらいにしたい。私の動員目標は150人です。さとしさんやっほー。壁、ちょっと残念がお知らせがあるんだけど言わない。え、生誕来れない的な。ステージが客席の真ん中ならね。あ、壁から出てきたよってことね。ファンクラブ優先とかは今まではないかな。おそらくリオナもないと思います。抽選ならいいのにね。130さんこんばんは。一人一枚までで抽選ならいいのに。前方すごい、さとしさんが顔で視聴してるけどあんま読み取れてない。会社の忘年会、いうな。この前元バイト先の人にも会って、その人ワンマンも来てくれたんだけど、その人に12月13日会社の忘年会って言われた。生誕行きたかったんだけどって。やっぱさ、そうなの、会社の忘年会なの。そうだよね、忘年会シーズンだよね。忙しいよね会社とかも。お誕生日変えようかな。有給申請か早退届け、お願いリンさんこんばんは。そうなの、12月の金曜日さ忘年会らしいなの。てかさ、他のライブもいっぱいあるしさ。漢字なの、抜けらんないね。悲しい。12月のさ宿命なんだよね。本当にみんな忙しい。12月って会社の忘年会、仕事の位置、分かるよ、分かってるよ。じゃあぜひ来れないような方は、あの生誕限定チェキ券買ってください。パラライトの生誕祭は
2000円で生誕祭限定チェキ券を販売していて、普通のねサイン付きチェキ券と同じなんで同じことができるんですけど、2000円で販売していて、そのうちの半分が生誕費用に当てることができます。なのでぜひ来れないような方はチェキ券を購入して応援してくれたら嬉しいです。まだね販売は開始してないんですけど、初見の時いつも壁から覗いて出てきた爆弾投げてのご挨拶でした。あ、そうなんだ。じゃあ次来る時は初見じゃないのでぜひお話しましょう。 S チキやっぱり争奪戦、あのね、そうなの、パラライトの S チキね争奪戦なの。なんかね、あの現場でお友達とかをね作るとね割と最前入れたりするんだけど、あの争奪戦でめっちゃ頑張っていただくか、あのツイートで SHK ってツイートしたりしてたら、もしかしたら SHK で入れるかもしれないです。でもあの全力でやったらいけます。 SHK でさ来てね、ぜひ。結構本気で検討してたんだけど申し訳ない。しょうがないよ、忘年会大事だもん。12月の休みの取り方を見られたら完全リちゃんとかに嬉しい。タレやん、こんばんは。それではまた来ますね。チェキ券買って誕生日チェキを通販で、はい、誕生日チェキもぜひゲットしてください。え、来れないような方はもう絶対にゲットしてください。宇多田ねさんこんばんは。お友達いなかった。 FC ドシメン登録とかで優先、そうなの。リアバは12月5日木曜日です。なんとライブがあります。ウォルトディズニーと同じ12月5日。コクーさんフォローありがとう。不安すぎ。そうだよね、忘年会ラッシュだよね。めっちゃ不安になった今。結構もともと12月はさ危ない月なんだけど、生誕やるの。でもね、こういう形でさ生誕祭やっていただくの、私8年半以上もアイドルしてきて初めてなんですよ。本当に嬉しいので、だからね、たくさんの方に。でもそうだよね、リオナ的にはさ、もうこんなにここまでのアイドル人生の初で、結構さ重大なものというか、そういう感じだけどさ、そうだよね。でも頑張ります。12月はたくさん休んで、リョンナのとこ来て。土井さんこんばんは。そんなレベルなのか、遠くてなかなか。ねえ、そうなので、撮ってほしい、本当に撮ってほしいんだよ、本当に撮ってほしい。マジでリョンナはそう思ってる。まあ本当にリョンナも協力したいぐらい。もうめっちゃ端末でこうやってめっちゃ買ってみんなに渡したいぐらいなんだけど、結構パラライトのね前の方は争奪戦なので、パラライト大人気すぎて、私があの今回の生誕祭、再来月の生誕祭大成功させて会場に入りきらないくらいの人をいっぱいに入れられたら、来年はもっと最前エリアが広い会場でできるかもしれないので、あの今回ぜひ来ていただけたら嬉しいなって思います。そしたらチケットさ、来たい人みんなに S チケ回るようになるんじゃないかなって思うんだよね。あ、ちなみに女性学生無料なので、生誕祭は女性学生の方で、あの無料なら行ってもいいよっていう方いたらぜひ来てください。そしてそう思ってくれそうなお友達がいらっしゃる方、ぜひ声をかけてくれたら嬉しいです。初なの、ぜひ見届けて。そう、最善じゃなくてもね、そう
その通りです。 HK がゲットできなくても HK は絶対ゲットできますので。ホリケンさん、やっほー。飼い主さん、こんばんは。ドキドキすぎ。本当にやるの、本当にやるんだって感じ。悔しいなりチケットだけ取りに行きます。来れないようなはるきくんはチェキゲットしてください、ぜひ。あのさ、宿題チェキ裏面にメッセージ書けるからさ、ぜひ。今年の生誕祭が前を連、来年はデプ出るしかない。やばいよ日にならないよ。ゼロの数が一個違うよ、ゼップでやるってなったら。けどけどけど、来年はさ、今年ガチでいっぱいいっぱいにできたら、来年さ広いとこ取れるかもしれないじゃん。わかんないけど本当に。だから初回の今回はガチで頑張りたい。毎回頑張るけど、お顔見れて幸せ、嬉しい。生誕祭もね、生誕祭も楽しみだよね。さすがにか、さすがに、さすがにゲットしてください。セブンさん、こんばんは。ひそみさん、こんばんは。ひそみさん、ソヒちゃんの方でしょう、この絵文字。衣装はある程度固めたの。どうかな、まだ何とも言えません。どういう、どうす、なんか、あ、うんって感じまだ決まられ、まだなんかどうにもなっていません。ただまあ方向性というか、どうするかは決まっていますが、まだどうにもなっていません。楽しみ、怖すぎ。りちゃんにはまぶいばかりの光景の会場を見せたいねえ。そうなの、ドキドキすぎる本当に。修造さん、こんばんは。日程は12月13日金曜日です。浅草バンプキンで開催します。ツンツン、こんばんは。もうリオナが語りかけられるのは配信とさ、特典会くらいしかないからさ、ぜひりっちゃんルームに来てくださっている方、来てほしいなって思います。そんなところで、私は明日も GoTo スクールなので、この辺りで配信を終了したいと思います。フォラライト、次のライブはあさってですね。演じ服を着る予定です。あとハリーポッター着るとか、なんか結構ハロウィンにちなんだイベントの詳細も決まってきてるので、ぜひね、コスプレ興味あるような方はチェックしてみてください。そして12月13日生誕祭あるので、ぜひ来てください。お待ちしてます。というわけで、以上本日のりっちゃんルームでした。バイバーイ。